おい。お。どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。七両落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。杏花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ。俺は何があっても杏花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。引っ込んでろ。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。大した根性だな。この人数相手に話は締めだ。やれ。
たかし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。わかったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組み抜けるってか。黙りなさい。いいよ、タカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに、今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。タカシ、俺、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。花から組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。骨折れてんじゃねえか。おい、てめえ。ごめんなさい。どうしようかな。逃げ足早いよ。
あっちも見てって。ああそうだ、そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。分かった、すぐに行く。それじゃあ早く来てね。ちょっとお前、おお、待てよ。おお、お前だ。キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。
何何？サヤって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。おじさん、どこ行ってたの？出かけるなら起こしてくれればよかったのに。ああ、すまなかったな。まだ少しだけ用事があるんだ。待ってられるか？うん、大丈夫だよ。行ってらっしゃい。ねえ、おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でも OK。 条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、サヤ？すぐに見つかるって。行こう。サヤ。ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。ちくりたきゃちくりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、さやの味方？多分な。そっか。実はね、さや、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子やばいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ？なんとかできない？チャンピオン街のシェラックってバー、おじさんの目で翔太郎のことを見てみてよ。あ、気持ちいいとこ行って。ほら、もっと出せよ。いや、いらっしゃいませ。翔太郎はいるか？お客さん
知り合いかい？そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。ふん。で、直す的な。いらっしゃいませ。お客さん、知り合いかい？誰でもいいやつの質問ならどうでもいいやな。いらっしゃいますか？翔太郎。お客さん、知り合いかい？そうかい。そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。わかりやすい質問だな。も、わかりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。おっと、うわっ、おい、なんだよ。お前持てないだろ。おおおお、最調子いいんだから。キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか？ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや、お父さん。お客さん、困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ。今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいっつもそう。あったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん、
と離して。うるせえ。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金。ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。と気がかりですね。何がだ。翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。すみません桐生さん、ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより伊達さんが心配だ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。
バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために？いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ？今日は早番だったんでもう上がりましたよ。キリュウさん、翔太が言ったの。マチキンから借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを？本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか？本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがね。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。そのマチキンの場所わかるか？ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。なの？うん、まあ仕事関係で世話になったことがあってな。やっぱりそうじゃないかと思ったのよね。わかるのか？だって桐生さん、どこからどう見てもヤクザだもの。四課の人って本職の人よりそれっぽいって言うじゃない？え、四課？ほんと、刑事って周りのこと見えてないんだから。もっと普通の公務員らしい格好をしてほしいのよね。まあそういうことにしておくか。さやはいつからカムロ町に出入りしてるんだ？半年くらい前から。学校もつまんないし、家でも喧嘩ばかりだし、そんな時翔太に出会って。借金をする羽目になった。子供が背伸びして大人の世界に首突っ込んだ結果がこれだ。一人前に扱われたかったら自分で自分の責任を取れるようになるんだな。ちょっとそんな言い方。俺にもそういう時期があったんだよ。え？自分が何もできねえガキだということも分からず勝手に突っ走った挙句周りに迷惑をかけちゃった。桐生さん、まだ手遅れじゃない。伊達さんのところへ急ごう。